それは鉄道を使うために欠かせない存在である。大きなターミナル駅から小さな無人駅、さらには貨物列車専用の貨物駅もあり、また、路面電車の道路上の停留所や、路上に引かれた白線に囲まれただけの安全地帯もまた駅の一つであると言える。そんな駅には積み重ねられた歴史がまたある。特に古い駅にはその積み重ねられた歴史が目に見えるものもある。その建物に歴史あり。今回の話は足元にある知られざる駅の歴史の話です。古くからある大阪と名古屋を結ぶ鉄道路線の関西本線の大阪府柏原市にある柏原駅。この駅は一見すると現代的な駅であるが、この駅のホームの足元にある鉄道史と共に築き上げた歴史の証をほとんどの人は意識して見ていないと思う。駅ホームの下に積まれている石積み、これこそが古い歴史を積み上げた駅の歴史の年輪とも言える証である。柏原駅は1889年、明治22年5月14日にできた古い駅で、それ以来同じ場所で営業を続けている。そのため、駅舎は新しくなっても、駅ホームの土台は19世紀開業時以来のものを21世紀になっても使い続けている。日本の鉄道駅のホームの大きな特徴は、駅のホームが鉄道車両の床面とホームの床面がほぼ同じ高さに合わせられている点で、これは日本に鉄道を導入した際、日本の着物姿でも利用しやすいように段差を極力なくす工夫をしたためと言われている。外国では駅ホームが現在の路面電車用の停留所並みの低さで、車両のステップを使っての乗降を行っている状態も多く、そういった点では日本の鉄道はかなり早い段階でバリアフリーの対応に見合っていたとも言えます。日本の鉄道史の当初の車両は今と比べて小さく、当然、今と比べて列車の床も低かった。しかし、その後の鉄道の発達の中で鉄道車両は大型化し、だんだんとホームの高さが上がっていった。そして客車が電車となり、客車の床面の高さに合わせた、ホームも電車の高い床面に合わせて、鉄道開業時と比べて、駅ホームはさらに高くなっていった。事実、現在の都市部の電車用ホームと比べて、JR の地方路線のホームが低いのは、旧来の客車用ホームのまま残っているため、そこで使われる電車は、ホームとの段差が大きいか、車両の扉の位置が低く、客車用ホームの高さに合わせたステップがついています。そのため、駅ホームには鉄道史と共に築き上げてきた車両の進化の過程に合わせ、駅ホームも当初の低いホームからだんだんと高くなり、今のようなホームができた。特に、古くからある駅のホームには鉄道史と共に積み上げてきた駅のホームの進化が年輪のごとく積み上げられ、今でもその形跡が目にできる場合があり、柏原駅のホームがその一例である。大阪では柏原駅以外にも片町線の徳安駅などに古くからの駅ホームから今の電車ホームへと歴史を積み上げてきた形跡が目にできる。現在の駅にはホームドアの設置などもあり、駅は鉄道の進化の歴史の姿を表している場所とも言える。